大丈夫です。うっす。じゃあ、まあまあ終年前ですけど、もう結構厚めな感じで、うん、長かった。結局決定も来たっていう感じなんですけども、カノンがね、新たに鳥獣審査の限定で実装されますよと。こちら9月29日水曜日12時から10月2日土曜日の11時59分までの鳥獣審査のクエストで、新たにカノンがね、貴族性こちら実装されるので、早速ちょっとステアビー行ってみます。反射バランス型 WT が超アンチ6ワイヤー、超アンチ元素壁、バリア、超 SS 短縮、全て強いと。 SS が、壁ドンですね、20弾と28弾で、友情コンボが超絶バランスショットガンとパワーフィールドついております。で、分岐がありまして、もう一つ、貫通スピード型と。 WT がアンチルバリア、超アンチワープ、アンチ減速壁、弱点キラー、すべて素晴らしいです。 SS が16ターンと24ターンの、大号令&ヒットした敵の弱点の効果をアップさせると。友情コンボがグロースピアとスピラクついておりますよと。まあ、これがあったり、うん、実装で、まあ、進化はダウト、進化ベースの方はダウトですかね、はい。でまあアビリティはもう一個の方も一緒なんですけど、貫通でグロースが加速持ってて、まあ、今後どっかハマるのかなっていう感じはするけど、うん、まあ激戦区のところにもこいつを思い切り入り込んできたから、今までの全て蹴散らすようにうん、ビナーマジで執念でしなかったらファン切れるぞ本当に。でもどんどん下切れされてて、進化っていうか重量減速壁の方はね、ヘラクレスだったり1号2号だったりのところに割って入るんですけど、まあ、ほとんどの人が今1号2号がフレンドに出てたり、うん、周回相手が持ってたり自分が持ったりする場合は、うん、まあ運算1号2号とかで回る方がねやっぱ多いと思うんで、うん、今こいつをそこの一本枠に変えて入れるかって言われるとそうでもなさそうですよね。多分大きくはそうだよね、うん、そのまま編成だったら変えないっす。結局1号2号でワンパンするんだったら、うん、道中も別に楽チンだ、まあね、重宝座は確かに難しかったけど、相当楽になると思いますね、これついたら楽チンだと、ね、うん、なるかもしれないけど。で、ヘラクレスのシナジーもあるじゃないですか、うん、めちゃくちゃいいですね。よりもうもっと簡単になるって感じかな、うん、ソロでなんか道中を楽にしたいとか、うん、でもね、道中早くなった方が良くないんですよあれって、うん、まあもう運用してある程度回った人っていうか当日ね、やった人は分かると思うんですけど、うん、1号2号たまらないんで、そうですね、うん、確かになんで逆に邪魔になっちゃうって可能性もちょっとあるよね、うん、ソロでやる場合はね。なんでまあちょっとそこは考えてからこっちを狙った方がいいかなと思う、うん、でもう一個の方はもう手放しで褒めていいと思うね弱いわけないじゃんこれ、うんうん、弱いわけがないっすね。チャッキ乗ってくるゴルスペア持っててもそのまま腐らんだろうし、うん、まあ今闇だったら5畳で全部楽々ってやってると思うし、うん、一体木でギミックがあってればトレノバで楽々やってるじゃないですか、うん、そこのまあ木が出たって感じだよね、うん、敵が水でそうね、そんなもう属性とかもあんまり選ばんでも連れてきそうだしな、もともとそうですね、スペクター持ってるし、うん、属性であれですから、いけるとこめちゃくちゃ多いし加速もありますからね、うん、高難易度にも対応してると、まあ腐らないよね絶対ね、貫通ジャッキ、うん、引いて絶対腐らないと高そうだなこっち、なんか高そうですね、結局どっちも高そうだけど、うん、まあ、天使シリーズ急にぶっ込んできたなと思って、また新しい、そうだね、うん、確かになんか人造で作られた天使とか言ってたけど、人造天使シリーズがもしかしたら来るのかもしれないですね、うんうん、可能、はい、はい、でまあ、これに合わせて一応長距離の方もフェルシアがね、ミュー属性で実装されるんで、おそらくまあなんかどっちも いけるのかな、うん、適正、うん、硬そうだけど、販売促進クエストですねもうその日のね、29日は夜21時から23時59分に初降臨しますんで、はい、まあ、これも合わせてやって気持ちよい感じです。でまあカノンのことをちょっと最後に1個だけ話しておくと、うん、年始控えてますから、まあそうね、はい、年始で鳥獣審査の新限定って過去にもう例外なく全部壊れてる、ミナー以外、うん、なんでまあちょっとそこで引くじゃないですか、やっぱある程度の数、無課金でも課金者でもそこでよくねとなるかどうかを自分で聞いてみた方がいいですね、うん、自分に。でしかも、うん、もう10月コラボ確定みたいなもんだから、まあ報告してますね、これは。まあそうね、なんかダウトも分かってるし、そんなに無理にはそうだね、なんか、うん、よっぽど本当にいない人みたいな、まあ、片方がダウトハマってるおかげで、その高難易度に立て続けにこいつがハマるってことがちょっと考えづらいんで、うん、そうね、うん、水の高難易度もその一時混んだろうし、そうですね、うん、なんでまあちょっと少なくとも今年はいらんかなっていう、うん、まあ、もちろんいたら楽になるとか死ぬほどあると思うよ、めちゃ強いから、めちゃくちゃ強いのはあるんだけど、年始でキャッチで一緒にね、うん、引けたらいいかな、まあ、このタイミングのいつも新鳥獣限定でこういう扱いされるよね。そうね、うん、いや間違いない、そうこの感じで来るやつだなみたいな、そう、うん、でも年始でいいやつって俺前回それでハレルヤかなんかで痛い目見てるから、めっちゃ出たんだよね年始ハレルヤ、すげえ、まあ、欲しいけど、確かに欲しいですね、うん、間違いない、欲しいにはなると思うけど、うん、はい、と次じゃあ、うん、重心化、はい、こちらですね、
重心家と、まあ、重心家会も来たんですけど、重心家が葛飾北斎、うん、会がブラフマ来ましたと。ちょっとじゃあ北斎からステアリーいきます。貴族性貫通芸術法言い方と、アベリティが超アンチウィンドウ、足封じ L、 無属性耐性 M、 無属性耐性にゲージランチブロックと SS 短縮ついております。SS が16ターンと24ターンの、すり抜けランダフット橋ですね。友情コンボが長距離貫通ミグ18とチクソになっております。ちょっと続けてブラフローもいきます。重心が下位、反射ゲージ超バランス型と、アベリティがアンチ魔法陣、貴族性キラー、貴族性耐性に、ゲージでアンチブロックで、コネクトスケールが超アンチアブとレーザーストップついてまして、条件自身と種族が異なるキャラが2体以上もしくは合計ランク100以上で、発動しますよと。で、センスが、まあ、爆発して周囲の敵を巻き込んで大ダメージのセンスです。変わらずで20と28ターン。友情コンボが超絶貫通拡散のイーレさんと超絶爆発になりましたよと。北斎、ちょっとこれめっちゃ好きだな、イラスト。めっちゃいい。前の。かわいいなったね。うん、神化の時もめっちゃ良かったんだけど、なんかね、性能的に全然使わなかったから、マジ使わなかった。進化がちょっとミスト機で使えたかなみたいな感じで、うん、あ、そうね、慣れなかったけど、これはめちゃくちゃ良くなったし、性能的にも強っ、うん、今後なんか未来もありそうな感じがすごいするから、まあ対コラボな感じしますよね、うん、コラボのように思ってて、ね、確かにチップスは無属性だし、うん、確かに、うん、だから吹っ飛ぶ次第かな。これはアルセーナと同じバイリスマだけ壊れてると思うし、うん、一応なんか言ってた同じ、なんかバイリスマだ同じとは言ってないけど、そうそう、アルセーナ7とは言ってたけどどうか分からんけどね、確かに。いや、これがすり抜け回数であんだけ吹っ飛ばしの威力上がるってなったらちょっとさすがに壊れてると思うから、うん、まあそこはどうなのかなって気になるけど、うん、まあでも、もう工場キャラとしては結構普通に強化はされたかなっていうのは、うん、使われてなかった率から考えると、うん、ホークサイだからめっちゃいいなと思ったけど、そしてグラフマ、はい、ブラフマンはこれ普通になんかめっちゃいけるとこ増えたし、すごいいい回かなとは思ったけどね、まあ、タイミング的にルガッサを楽にしたかったっていうのがあ、そうなんですね、はい、ルガッサが、まあ、適正ほんと少なかったんで、うん、ガウェイン、ナツ、あのエスカノール、まあ、あとは添え物としてバサラを2体3体とか入れる人で周回してる人も多いと思うんだけど、うん、そこがねマジ少なかった、うん、ワープブロックだって多分キャラいない人 BB とか使ってると思うから、そのワープブロック魔法陣のところがねここでポン増えて、なぜか知らないけどルガッサが楽になると、うんまあ、だから次あたりに、クソ底おばさんなんだっけ、ベリンダー、あ、ベリンダーの適性とか出るかもしれないですね、うん、確かに。でもこいつは超バランスめっちゃ強そうだね、強そう、うん、殴りお化けにはもう間違いなくなってそうだから。ルガッサはぶっ壊れた、あ、マジこいつでぶっ壊れました、もうこれ言い切れる、これ絶対壊れてる、ルガッサはやばいっすだね、これは多分ね、普通にそうだから、うん、いいね、強そうだし純粋に強いですね、うん、まあ、友情もこれ強いだろうし、うん、超絶貫通に貴族性キラー乗ってさらに超バランスの 1.2 も乗ってくるから、うん、これはもう強い、間違いなく強いね、ブラグマ良さそう、うん、マジ今後のイラストもなんか好きだしな、うん、またテイスト変わった、こんな感じで来て、はい、これは2体キャラが9月28日火曜日12時ね、それぞれ実装されますので、まあ、皆さんお楽しみ。次、8周年クエスト、はい、ヤトセがやってまいりますと、まあ、10月2日土曜日12時から、10月4日に日曜日の、ね、11時59分まで、うん、まあ、ちょうどあのモンフリの期間がね、うん、始まってやってくるみたいな感じ。これイラストいいね、ヤトセ、いい、うん、すごい記念クエのヤトセの、なんかあれ言ってた、言ってた、うん、関わりが、ヨトセのイラスト覚えてないからさしっくりこない感がすごかった。ヨトセは髪が長いね、ヨトセもね、水の子だっけ、水だったヨトセも、あの子か、爆発持ってたから確かね、妹らしいです。ここに来て、まあ、これも来ますね、うん、皆さんで。最後アプデ、9月28日火曜日、0時からまあメンテナンスが5時まであって、開けたらアプデがね実装されますよと、バージョン 21.2 ですね。で、まあ、アプデの内容自体には全然触れられなかったんですけど、アプデが終わったらね、アプデ完了ガチャっていうものが新たに来まして、50%、星5以上のキャラが出現確率があるシングルガチャがね、引けるそうなんで、まあ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 、2分の1。2分1だね。下手。でオーブ使うんだよね、これ。これオーブ動く使います。実際にこのアプデで、パックがね、あのリセットかかるみたいなんで、今この4つのこのバナーが出てると思うんですけども、これが、うん、再度購入可能になりますので、ね、買う人は、まあ、買ってみようという感じですかね。あとは、まあ、モンフリの情報とかがあるか、そうね、ちょっとずつ、うん、あの出てきた感じではあって、なんかまあ日曜日までなんで応募が、あなんだっけ、前夜祭かなんかのやつが、はいはいはい、なんで、マジ当日なんかやっぱさ SNS とかでああいうの盛り上がるじゃないですか、いやいやいや、そういう波に乗り遅れたくない人は、まあ、見る見ないに関わらず一旦申し込みはしといた方がいいと思う。あ、確かにね、うん、うん、後で後悔するから、うん、俺大体こういう注意喚起すると、ね、自分が忘れるんですよね
確かに、うん、見たそうね、ちょっとでも気になっている人は押し込んどいた方がいいかもしれないけどね。ぐらいかな、うん、今回はね。はい、なんで最後じゃあ秋物出てるかな。はい、出ますね。はい、こちら、9月27日月曜日から10月4日月曜日まあですね、カニサイゾアルパキャーノ、ギガファイターサンガーナンドラゴン、徳川綱吉にスイカワウリ、こちら6体来ております。新しみが入ってくる、うん、うん、そう。で最後に長嶋からお知らせで、はい、かわいいかっこいいランキングのね、アンケートねちょっと募集をさせていただこうかなと思いますんで、ちょっと協力していただける方は概要欄の応募フォームからね、Google フォームに答えていただけると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。いや、まあでも結構ね、カノンとかこの辺の重心化に対してコメント今回めちゃくちゃありそうだから、うん、コメント欄ぜひある人はね、よろしくお願いします。まあでもなんか貴族性の限定キャラってなんか最近なんかテイスト、なんかマホロバからなんかこんな感じのテイストだねって人は、うん、ちゃんとよろしくお願いします。今回も今の以上 A からお送りしました。ナビでした。しました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録。わかります。わかります。その君もなくなっちゃったから。わかるよ、わかるよ。チャンネル登録。チャンネル登録ね。はい。していただければね。